ますか皆さん。なんかおかしい、ね、コメントが読めない、コメントが、コメントが出てこない、バグバグバグっている、みんなのコメントが読めん。あー、ちょっと一回消えていい？みんなの、ちょっと待ってね。みんなの携帯くんがね、そろそろ寿命なのかもしれませんね。こんばんは。じゃあまず自己紹介したいと思います。ゆなってなんなん？ゆななんなん？みんなの夢の中にもゆなな、ゆなな、ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のゆななんこと早川ゆなです。よろしくお願いします。わーい、どうしよっかな。皆さんテロップ何がいいと思いますか？ゆなくんって言ってくれてる、やっほー。みんなどんなさテロップ書いてたらゆなの配信見たくなる？何にしよっかな。あ、ゆなの配信というか、どういうのに、どういうお部屋に入りたくなりますか？ゆなちゃんしか勝たんって言ってくれてありがとう。みんなに聞こう、ピヨピヨ配信、ピュアラー募集中。あ、それいいね、面白い部屋。確かにそれも面白い。釣られたい人集まれ。あ、めっちゃいい。ちょっとみんなちょっと良すぎるんじゃう？迷っちゃうな。みんなめっちゃいいこと書いてくれるから迷っちゃう。なんかあの「釣られたい人集まれ」っていうのはちょっとインパクトがありますね。ちょっと書こう、それにしまし。やばい、それにしましとけちゃった。それにします。集まっ、釣られたい人集まって、ゆなな、どうですか？そう、今日ね、あの夜できへんかなと思って、推しが決まってない人募集。え、それもいいな。ゆななはショールームで確実にファン族。ほんまですか？やった、こんばんは。皆さん釣られに来たんですかって言ってこんばんは。自分でハードル上げるのなさすぎ、上げちゃいました。常に釣られてる人も来て、いや、もちろんもちろん大歓迎です。あのゆななショールームを盛り上げてください。もうすでに釣られてます、嬉しい。あ、釣ってくださいって来た。ぜひぜひゆなな推しになってください。さしすせそ言いました、推し探してました。あ、ここにいますよ。好きだよ、ゆなも好き、ありがとう。釣られました、やった。毎日行く好きが更新されて嬉しい。ゆなな来たよ。まだまだ釣られません、もうじっと見つめとこう。ブログコメントしてありがとう。そう、今日は夜配信できへんかなと思って朝ギリギリにやってたんですけど、なんとね、リハーサルが巻きで終わりまして、あ、もうこれは夜できると思って急いでショールームのね、夜の予定管理に書いたんですけど、めっちゃギリギリに書いたのにこんなにも集まってくださって嬉しいです。ありがとうございます。釣られるには萌えセリフがないと。そうですね、神はちょっと巻き直しました。ちょっと取れてたのでさすがに朝参って
今日こそつられんぞって書いてる。ずっと見つめてたい。お昼のブランがコメントしてくれありがとう。空いた時間にショールも行ってくれるのリナも、あの皆さん見に来てくれるビオラが大好き。今日着てるのツアー写真、うん、全然私服。ミナちゃんぶりっこで言った。皆さんなんか萌えゼリフなんか言ってほしいのありますか。そう、さっきさ全然さ巻いてること忘れててさ、あのキープしてること忘れてて、朝にこうやってスマホ触っててなんか髪の毛めっちゃあの絡まってるなと思ってザーってさやったらさ巻き髪が取れちゃってさ、すっかりさ巻き髪してることを忘れてたっていうアホっぷり。キュンですって書いてくれてる。ただいま推し探し中。あ、見つけましたよ、ここに推しが。ここに来た人は釣られている、本当にモピオラってことで大丈夫ですか。ゆななのにんまり顔がめちゃくちゃなんかちょっといたずらっ子っぽいってよく言われます。んー、いたずらしないよ。ペンライトカラーの紹介待ち。そう、私のペンライトは大好きなピンクとあの真っ白なホワイティーな、その2色となっております。だから公園とかでその2つを持ってくれてる方は全員ピオラーさんだと思っているので、もしも間違えてそのカラーをやっていた場合はもうピオラーさんってことで大丈夫です。へこんじゃダメだよ、元気を出して。元気出ましたか。ピュアラに年齢制限ありますか。もちろんナッシングです。ナッシングトゥーマッチ、ナッシーですよ。ヒラピンクです、甘えてください。ねえねえ、なんで私のこと見てくれないのって、あ、それ萌えゼリフってことかな。アンジュに怒られそうだけどピュアラの予約、アンジュは怒らないのでぜひピュアラに来てください。さやな、ピュアラはファミリーですから。本当に頭痛すぎたけど、いなちゃんの配信始まった瞬間止まりまで、え、もういな、それ神様じゃないよな。大丈夫、頭痛、あのゆっくり休んでください。ピュオラールームに一番たくさん来ている、もうそれはもうピュオラっていうことで。娘はゆめなっていうので最初名前を間違えます。娘さんゆめなちゃんっていうんですね、素敵な名前。ピュオラとは私のファンの方のことを言います、ピュオラ。七期生みんな可愛いから本当に。今日まだユナのラブレターいつも届いてるので、だって私夜に届くと思うので楽しみにしててください。ユナちゃんかまわかまわ、塩とスピンク了解、明日の公演入るので、嬉しい、絶対見つける。レッスンお疲れ様。あ、萌えの方で、あ、萌えの方やってんや、ちょっともう一回送ってほしい。お兄ちゃんって言って、お兄ちゃん、あ、釣られた。ピューラーになると運気が上がっている時、本当に運気いっぱいパワーを持ってあるから、カメハメハ釣りに来ました。あ、やったー、釣って釣って釣っちゃう、ブー、ドゥドゥドゥ。ぜひぜひユナナ覚えてください。今日もママなんは最近ちょっとママは出しゃばりすぎと自分で多分自覚し始めて、今日はママいないことでって言われたので、いませんママ実は横におるけど、あ、言っちゃったみたいな。
アンジ怒り方知らない。アンジ本当に面白い。アンジ本当に天然ちゃんで、あのアンジがびっくりする。幽霊とかでなんかいきなりなんか物音がした時のびっくりかした仕方がもうなんかふちゃっとうわっみたいな感じなのに、アンジの場合も跳ねるというかほんまに面白いアンジ。自分の脳内7割ぐらいユナなんです。あと3割はユナなんになれるように頑張るユナ朝起き食うもピオラになれますか？ピオラ朝になったら多分自然と早起きになって、あの朝ねスッと起きれるようになると思うので、ぜひぜひ大歓迎です。明日から行きます。最高です。嬉しい。来てくれるんですか？明日じゃあ生ユナなんか見れるってことですね。嬉しい、ありがとう。ピオラが日に日に増えてる。本当にありがたいです。ありがとうございます。皆さん嬉しい、幸せ、幸せです、幸せ。フォローして通知来てたのに朝配信来れない。全然大丈夫ですよ。夜のね、まあこんな日曜日のね夜に来てくださってありがとうございます。あ、ピオラじゃなくてピオラです。ピオラ、ユナのね滑舌が悪いのでね、多分ピオラって聞こえたかもしれませんが、ピオラって言います。明日の声に赤にゃん出るのかな。そうですね、あの初日ということで赤にゃんおめでとうございます。じゃあ私はピオラで、本当にピオラなんです。ピオラにならんかな。大歓迎です。美咲ちゃんもピオラしてた。どういうこと、どういうこと、美咲ピオラなの私の周りの名前、嬉しい。多分それはね、ユナッピちゃんがあのいろいろユナのことを言ってくれてるおかげですね、きっと。ユナなんかわいい、こんばんは、こんばんは。早く聞きちゃって、あ、なんかめっちゃバラが、バラありがとう。めっちゃコメントが、ちょっと待ってね、名前これで、あ、ピュアラ、ピュアラじゃなくてピオラやねこれで全国のお兄ちゃんが釣られました。あ、釣られた、やった。初日入ったので、次に入った時に一番伸びた子を応援したいので、まだ釣られません。じゃあちょっと見てくれるの楽しみにしてますね。お兄ちゃん行ってくれてありがとう、といたしまして。こんばんは、こんばんは。次世代かよかった。本当ですか、来てくれてたんですか、それか配信見てくださってたんですか、ありがとうございます。魚です、釣ってくれますか。釣りますよ、ゆななんで意味わからんの、なんか釣り方のつの字も分かってないんですけど、あのタイトルというかテロップを釣られた人集まってって書いてしまいまして大変申し訳ないです。可愛いママそういないことでっておるってこと、そう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 。あ、セリフねえ、なんで私のこと見てくれないの、ちゃんと見てよ。どうですか皆さんするならユナマミーって書いてくれてる。ユナの推しになります、ありがとう。僕はマヨラーですって書いてる。やばいやばい、あ、できてきた。密着番組での先輩見つめるユナなんかわいい。恥ずかしい、もう密着の時はマジでそのスって感じなので、恥ずかしいですね。女やけど女の子やけど、みんな何やこで、ありがとう、嬉しい、両思いだね、ハートハートたくさんありがとう。みんななんとお話できるまであと1週間、本当に1週間、ちょい照れてる感じがけ、本当にやった。アキラしか勝たん、アキラ先生みんなよく知ってますね。もうさんまに下ろされてる。あ、オッケー、森、あの森ゼリフじゃない、あの
盛りゼリフ、え、何やったっけな、萌えゼリフや、萌えゼリフを言っていただきましたので、さあ言いたいと思う。3、2、1、はい、好きになってもいいですか。キャーキャーなんかな、みんなどうですか、つられましたか。ゆななんちゃん、おこがわみたいな、おこがわ、ちょっと待ってな、え、おこがわ、おこがわ怒ってる、なんかセリフちょっと生まれ生まれすっかね。一押しがいるんで、ゆなの二押しでもいいですか。そこは一押しでお願いします。一押しになりたいな。 Hello from Indonesia. Oh, nice to meet you. I'm from Japan. こんばんは。ゆなの釣られたいから来てよって言ってくれる。やったー、萌えゼリフうまいねって言ってくれてありがとうございます。嬉しい、釣られたので明日フォローします。明日かい、今日してください。他のコミント行ってみたいな感じで、何年、あ、オッケーオッケー、行きます。3、2、1、はい、他のコミント行って、なんでやんな、見てくれへんの、プンプン。終わり、もうちょっと恥ずかしいな。かわいい、ありがとうございます。もうなんかぶりっ子の塊みたいなんですけど、大丈夫です、大丈夫そうですかね。怒ったセリフ、イナの春巻き食べたよ。もうそれはもうただの、あの食いしん坊になってしまいますので、控えさせていただきます。はい。ハート一本押しになりました、やったー、ハート、かわいい、ありがとう。これは明日釣られるわって、こんばんは、はじめまして。うん、もう絶対見えへんって言ってくれてる、嬉しい。なんならわさび醤油につけられで食べられそうになってる。どういうこっちゃ。ワイナドストライクです。朝早くからショールーム偉かった。いえいえ、全然です。みんなのぶりっ子は治療しかない。本当ですか。まあな、小学生の頃に初めてぶりっ子って言われたかな。けど全然今ぶりっ子って言われるの嬉しいんですけど。初見です、かわいいです、ありがとうございます、嬉しい。ゆなちゃんの萌えゼリフ脚本作りますって、作ってください。はじめまして、かわいいフォローし、ありがとうございます、こんばんは。声もいいね、本当にですか、嬉しい。ゆなちゃんのこのブリブリ感本当に大好き、やったー、優しい。みんな、じゃあ萌えゼリフがまた来たので言いますね。え、これさ、お兄ちゃんって書いてるけどさ、女の子嬉しいんかな。まあ、いっか、お兄ちゃんで、じゃあ。お兄ちゃん、早く起きて、起きてくれないと、うん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 って書いてます。お母さんは NNB 推しですか。はい、 NNB のゆなな推しですよ。こんばんは、女やけどあざとい女の子好き。え、ゆなも一緒、あざとい女の子大好きです。え、一緒やな、一緒。けどなんか性格なんか、みんな結構サバサバしてるって言われますけどね、あざといですか。7期生はゆなの推し家です、やったー、ありがとう。ゆなのも王道アイドル系だもん。そう、な、目指す王道アイドル系なの。カタルシスの2回って難しい。え、けどバレエとかやったら3回転とかもやってたんで。けどなんかちょっとだいぶあれ体力が落ちてる時やから、なん体力が落ちてる時というよりもなんか気合入りすぎて舞台の上ってことで、ちょっと勢い余って失敗しそうになる時はあるんですけど、けど本当やったら2回転ぐらい、あの
ちゃんとできとかないとバレエ経験者だったら本当にやばいと思うので、毎日ショールーム見てたら痛みが強くなってきた。やった七期生の釣り師は言うのなんですか。え、けど意外と七期の子ってさ、めっちゃもうキュンキュンってこうあんまりおらへんよな。だからいいのなろうかな。かわいい、ありがとう。ブリッコって今でも多分使います。お兄ちゃんでも嬉しいよ。嬉しい、みんなにはにハマりそうで山水やったー、ハマってください。あざとさ、みなさん、みんなにあざとさを求めているのですね。勉強になります、勉強。キュンしそう、やったー、ありがとう。みんなバラエティでもいけそう。本当ですか、みんな語彙力がないからさ、もう頑張らないと。おっしゃおっしゃ、可愛くてサバサバしてるのはたまらん要素しかないじゃん。やったー、嬉しい、たまらん。あざとい女というよりあざといユナなんか好き。やったー、妹系。あっ、なるほど、ユナちゃん押してもいい。やったー、押してください。早川ユナって言います。よかったら覚えてくださいね。あと1週間でユナだった、それは本当に楽しみ。朝より早可愛いなった。そう、朝今日の朝は本当に起床30分の顔やったから、ちょっともうね、寝起きの顔みたいな感じだったんですけど、だいぶね、今はもう起床何時間経ってんねんって感じなので、だいぶマシになったんじゃないでしょうかね。ひななお笑い全然見ないな、お笑いは。けど面白いのは好きです。あー面白い。ユナナの一発ギャグまで、ギャグちょっと何があるでしょう。今ここに堀之内桃花のビッグ宇宙あるけど、ほんまユナナほんまに、そんな恐縮です。本当に他の泣き声をしよう、釣り上げる萌えゼリフ言えるかな。萌えゼリフ募集中です。まだハマってないんですけど、どうしよう。もうにそれはユナにハマるしかですよ。本当に NNB に初めて推しできそう。ユナのことですか。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、キュンキュン笑顔のユナなんで好き。釣られたいので来ました。あ、やっほー。メイクにどれぐらい、けど15分ぐらいかな、15分もかからんかな、10分ぐらいですかね。10分かかるかなって感じで。ユナナ一応新してん、大歓迎です。爆睡してて配信気づかなかった。今日夜来てくれてありがとうございます。夜もね、急遽だったんですけど、ありがとうございます、来てくださいまして。いなな、ボケとツッコミどっちですか。どっちやろな、自分とは分かんないんですけど、まあどっちも適用可能って感じですかね。どちらかというとボケですかね。やっほーやっほー。シンシンの真似で毎日のない真似はね、ちょっとずずしいのでやめときます。NNB で明日調子だけど7期生だったら多分7文字。やった、ありがとうございます。声がやっぱりめっちゃ好き。これはモリモリポテトではありません。本当ですか、やった、朝のことは覚えてくださってるんですね。モリモリポテト、はじめまして、はじめまして。配信見れてよかった。ありがとうございます。来てくださいまして。もうかの代わりに、のちゃん、新推しに更新します。嬉しい。ももかさんの後の推しなんて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。七期のお笑い担当だと認識しても、そうやな。面白いって言われるの、すごく嬉しいので。嬉しいです、お笑い担当って言われまして。
すでに釣り上げられた人はどうすればいいですか？もうそのまま引き上げられといてください。あの一生海に返しませんので、はい、下向きながら、あ、やりますね。萌え台詞ありがとうございます。いきます。萌え台詞ですよ。超ぶりっこしますので、あのぶりっこ嫌いな方嫌いにならないでください。いきます。3、2、1、ちょっと待って、ちょっと待って、3、2、1、他の子見てるとかありえへん、私だけ見つめて、キュー。どうですか皆さん。おお、いい感じ、ありがとうございます。配信初めて見たけど、がっつり見たけど可愛すぎ、ありがとうございます、嬉しい。今日朝だけだと思ってくれたから夜やってくれ、そうそう、急遽やったんですけど、ありがとうございます、来てくださいまして。今日前髪いい感じ、本当に。なんか朝は調子悪かったんですけど、あのリハのおかげで前髪がいい感じに崩れたって感じで。あかりんさんの次の推しメン探し中。おー、あかりんさんの次に推されるとこ、そのやばいですね。ありがとうございますって何？え、ちょっと私の滑舌が悪すぎて、ありがとうございますなんですけど、ありがとうございますって言っちゃうみたいで、ごめんなさい。みんなキュンですってくれてる。ゆななの歌声と喋り声のギャップが好き。本当ですか？やった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 。ありがとうございますに聞く。なんかみんないろいろそう、ちゃんと滑舌言わないとですね、本当に。つられてきました、やっほー。もうごじゃります推しです、やったー、ありがとう、キャンです。ゆななも可愛いのにしっかりして、本当ですか、ありがとうございます。韓国から好きです、ありがとうございます。サランヒオ、ありがとうございます。初めてのオンラインサイン館でゲットしたゆななのサインに毎日心を込めて、嬉しい。あのサイン会、人生で初のサイン会ですね、嬉しい。しっかり釣られてます、ありがとう。思い切りブリックポーズしてほしい。いきます、ブリックポーズして、キュン。なってますかこれ。なってますか。初めて見たけどめっちゃ可愛い、ありがとうございます、嬉しい。みなくんタイプは天性のアイドル感、本当にアイピ可愛いよね。よく考えてあら、自分の名前って言いにくい、全然言いにくくないですよ、ウィリムカー君、大丈夫ですよ。ありがとうございますが可愛い、本当ですか。滑舌ドイツから好きだって伝えといてと言ってたらしい。ドイツ、ありがとうございます。ドイツ、ボンジュール、ん日中ちゃん推しなのですか、ゆるくゆなにゃ推しさせて、みゆなスキップ、やった、ありがとうございます。そう、今日もね、帰るときにみゆなんで今日ショールーム配信しようかって言ってたんですけど、ちょっと時間が合わなくてできなかったんですけど、またみゆなんで配信したいと思います。めっちゃ喋り方が聞きやすい、やったやった。いつも滑舌ちょっとよく怒られるんですけど、聞きやすいと初めて言っていただきまして、ありがとうございます。だいぶ釣られてきて、やったー、ありがとうございます。横で見てるママなん、どんな顔してる、こんなんしてます。こっそり推し、やったー、ありがとうございます。
ちょろいから今日でかなり好きなよ。やったありがとうございます、嬉しい。お姉ちゃんは一緒に住んでないの？一緒に住んでます。それはフランス語、フランス語、ボンジュール、フランス語か。今日は21時まで配信、そうです、21時まで配信で。あ、萌え台詞、え、なんかめっちゃ短いけどあのこのセリフ聞いたらめっちゃふわり思い出すんですけど、ダメって言ってほしいってめっちゃふわりじゃないですか釣られて7期生箱推しから、いや推し、なりさどうしよう、やったー、ありがとう。なんかさ7期生箱推しって書いてたからさ、生箱と思ってさ、7期生箱推しって書いてたからさ、生箱って何やろと思ったら7期生箱推しってことですね。ママなおもろ、はじめましてこんばんは。マヨラママプラスピュアラでマヨラ面白い。明日も朝配信になります。多分明日の夜公演があって、帰ったら多分できないので。ナナの配信終わるか毎日確認して、ありがとうございます。明日は7時半から30分だけやりたいと思います、朝に。なので明日の朝は7時半間に合いますか皆さん。ナナの朝配信ほっこりするから続けてほしい、やったー。ナナの友達だよ、ナナのシカシカ、ありがとうございます。明日はメンバー感想変わります、ワカニャンが初日となります。あ、萌えゼリフ来ました、来ますよ。ちょっとさ、あれ変えよ、テロップ萌えゼリフ、萌えゼリフ募集中にしよう。萌えゼリフ、1枚、あ、間違えた、つられ萌えゼリフって書いちゃった、ちょっと間違えた間違えた。じゃあそろそろ帰ると聞いたらというシチュエーションでいきますね。いきます。もうちょっと一緒にいたいな、キャー何もキャーってしやんねんけど、自分で忘れそうか同い年とは思えないくらい可愛すぎる、え、ありがとう、嬉しい。同い年、ちょっと幼いかもしれません。接近する時間やけど、なんとか見れ、え、ありがとう。ナナの寝起き配信も、ナナの寝起き配信は2年後くらいかなあー、ちょっと夢でキスミーのちょっとセリフはやめとこう。いつか言うのが本番にあのセリフ言いたいセリフがあるのでちょっと置いときますね敬礼ポーズお願いします。うん、敬礼見れない、見んの見れないか。前セリフ、ううあ、うあ、そのうかちょっと違うかった。 OK、 再生できたら見に行くかもしれない。よかったら、忙しくなかったら見に来てください。じゃあ萌えゼリフ来たのでまた行きたいと思います。行きます、3、2、1、はい。あー
恥ずかしい、一人でやって恥ずかしいんですけど恥ずかしいですね、冷えちゃうね。あ、また来てる、いっぱい燃えてる。こんばんは、初めて見に来た、やった、ありがとうございます。押しますから自分のことも覚えてね。はい、あのブログとかのコメントとかしてくださったら覚えやすいです。こんばんは、こんばんは。僕萌えゼリフわかんないって聞いてる。明日の公演は DMM でイナナを応援する、やった、ありがとう。もう笑って思ってるやん、草めっちゃ生えてるやん萌えゼリフ行きました、行きます、行きます、3、2、1。はい、あなたのことなんて大嫌い、嘘、大好きだよ。もう恥ずかしい、ちょっとそろそろやめようかな、ボイスリフ。みんなめっちゃやってくれてるけどボイスリフ終了。もう恥ずかしい、もう顔がもう真っ赤っかよ、真っ赤っかよ、真っ赤っか。また萌えゼリフやりますね。やってかわいいもんって、またやります。めっちゃかわいいよ、恥ずかしがれる女に釣られた、恥ずかしい。ここまでやりきるアイドルはなかなか、これ本当ですか、やった、スクショタイムしよう、スクショタイム。知られたけどちゃんと餌与え続けてくれる、もちろんです、もう一生海に返さないのでさっきちょっと受けたからってもう一回言うやつなチリポーズ、こんなん不良不良。テスト終わったら、あ、めっちゃ声揺れがった。テスト終わったら声行くね、ありがとう。歯出して笑ってるの好きすぎる、もう歯出して笑わんとこ勝手に出ちゃうねんけど。ひなの萌えセリフの破壊力半端ない、本当ですか。ひなの小悪魔、小悪魔女子になってみよう、知ってる、小悪魔。また来るね、ありがとう。今日はスクショ半面にならなかった、よかった。大人ユンナンポーズいきます、3、2、1。あ、やっちゃった、後ろ向いてから振り向いて君顔やっちゃった、今めっちゃやった、ワール言うな。可愛い祝福やね、やった、ありがとう大人言うな、まだ少し早いかなって書かれてる泣いた、もう18歳ですよ。今回の萌えゼリフで完全に釣られてしまった、やった、あざとさが消えたって書いて。おやすみポーズは、おやすみポーズ、激しく同意、なんでみんなそんなこと言うんですか、もう18歳ですよ、ゆなくんも。
シナモンポーズ、シナモン。正午に見た、みんなめっちゃさ、ディスるじゃん。もう悲しい。ベタだけど好きな食べ物は、春巻きが好きです。ママの作った。春巻き。シャワー浴びてきた。お帰りなさい。バスケットお好きですか？バスケットお好きです。スラムダンクのセリフ言って。バスケットお好きですか？かわいい、綺麗、美人って言ってくれてありがとうございます。もうあと2年で成人式。え、それな。嬉しい。なあ、18歳も大人やんな。春巻き今日食べた。いいな、ずるい。そこはいちごって言って。そういうセリフ？そこはいちご。あみちゃんいけるから。いやだな、中学の時何部だった？華道作法部でした。めっちゃ文系なんですけど、あのその時バレエとかで忙しくて文系しか。選挙権あり、ありや、それの。いやだな、早く大人になりたいんだ。そうなりたい、早く早く。なんかえけど、ずっと子供のままでもいたいと思うけど、うん、なんか複雑な感情だって。一生子供ってもう始まられへんし、もうとなくけど難しいですね。18、19が一番うずうず。うずうず、あ、早く大人になりたいみたいな感じかな。みゆも大人で、みゆはもう子供ですよ。みゆたんはゆなくんはずっとピーターパンで来てくださいほんとにピーターパン症候群だ私。ゆなのはいつまでもそのままで、永遠のセブンティーンということでね。はい、永遠のセブンティーンです。私今が好き、今を大切にね、ほんとに。ゆなのって言ってお、大人になったら子供に戻りたい。やっぱそうなるんや。今の、まあ、プロ野球どのチームが。全然野球知らなくてごめんなさい。中学の時部活一緒。一緒なんですか、嬉しい。大学4年間あっという間で社会人になったな。ね、本当に言うのも高校3年間めっちゃ早かった。学生に戻りたい。かわいい顔文字、うんって顔文字してる。かわいい、かわいい。スポーツ、スポーツ何か見る。けどオリンピックとかってフィギュアスケートぐらいかな。あんまり見ないです。13でもいいよって書いて。阪神好きっていうとこ、阪神が好き学生時代に戻りたい本当に。20歳かもっと早くなるの。釣られたいのできました。やっほー、はじめまして、ゆなっています。早川ゆなです、覚えてね。東京オリンピックかよって。冬季、冬季。10代の時は早く大人になりたかった。30過ぎになったら10代に戻りたくなる。みんな子供が子供になりたいって感じです。彼女になれますか。見た目は子供、中身は大人。メンタってユナなんて書いてる高3が一番楽しかった。NNB メンバーは阪神っていうのが正解。阪神です、好き
きな野球チーム。20過ぎたらほんまあっという間に年取ってる。みんななんかめっちゃ人生語りになってる。いななんガチ恋になりま。シュ、好きな数字ある？好きな数字は0とか言ってセンターとか言って立ち位置0番です。ひななんちゃん20歳になっても絶対カバー。ありがとうございます。もっと可愛くなれる努力をしますね。セブンティーンって言うとまさにその通り。確かに。ひなのペット飼ってますよ、ハムちゃんぞ。今日も見ますか、ハムちゃん。うちのハムちゃん、ハムちゃん、あ、ハムちゃん、ハムちゃん、ハムちゃん。まさに黄金センター、間違いない。目指せセンター。ハメちゃん見たいって書いて。どうせは死んでも守れ、アキラ先生の名言。確かに怪我するからね、どうせもミスっちゃうと。いやー、かわいい。うちのハムちゃん、あと10分弱しかないの。ピン7のショールもあって、本当にあっという間。なんかここのさ、軸時間の線だけなんか早くなってるみたいな。ハムちゃんズ、小次郎くんです。僕は見て、今日のさ、服と同じ色。マイペッツ、ハムちゃん、ハムちゃん、小次郎くんです。食べて。とっとこ犬太郎。そう、明日の明日よろしく、コハくんです。かわいいね、ぼくちゃん。かわいいね、かわいいね。びっくりした、星かと思った。星ってなんだ。マイペッツかわいいね、こじたん。ということで、はい、マミット、ありがとう。マミちゃんが返してくれも。ゆななんとこじろうくんで、あ、ゆななんとこじろうくんでスクショタイムくださいって書いて。こじろうくんちゃんと止まってくれるかな。こじろうくん止まれる？かわいいね、よちよち。バイバイコジくん。はい、マミ返しました、マミに。ペットにはデレデレするタイプけど、マミの方がもっとデレデレ。マミずっとコチタンって言ってタイトルの通りに釣られに来た初見。はじめまして、ゆななんて言います。ぜひ釣られてください、ゆなな。すいません、ネズミが欲しいね。ネズミじゃないですよ、ハムスター。まさかミルキーと誕生日一緒じゃ、ほんまにびっくり。本当に私もびっくりしました、そんな偉大な先輩と同じ誕生日。ほんと光栄すぎて。太田優里様の猫の名前はサバサバくんです。あ、そうなんや。サバ、あ、サバサバくんじゃん。サバくんです。確かに猫ってサバ好きだよね。
やっぱりひまわりの種よく食べる。え、でなんか最近はちょっとコジくんはちょっとだいぶお年寄りになってきたので、ひまわりはちょっと高カロリーらしくて最近はあまり食べまないですね。また燃えずりへします。本当に気まぐれにするので、いつするとかはあえて言わずに、なので皆さんいつも来てくれたらけど、それもみんなに負担になるので、空いてる時は来てくれたらさったら嬉しい。 How old are you baby? って書いてる。 I'm 80 years old。何食べるの？何食べるの？あれミミズっていうのかな？ミミズ？ミルワームだって。小次郎くんはもうすぐで 2歳かな？ミルワームが大好き。2歳。ミミズじゃなかった。ぜひかさ釣られますね。え、まだ釣られてないんですか、アリナくんに。マイドーター16。おう。ニアワールド。マイドーターライクシー。Thank you, thank you。喋らないと賢そうに見える。ミルワーム、女の子が苦手そうな虫かな。あ、そうらしいです。 She wants kiss you。 Thank you, thank you。 Thank you しか言ってないけど、ドライフルーツも好きだそうです。ナナちゃん、ハートの最後、ユナタナちゃんのハート最後にハート。なあ、もしかして知らぬ間に釣られたかも。やったー、1時間配信見てる時点で釣られてる人たち、やったー。てかさ、さっきのさ、絶対分かってなくて言わないの。さっきのさ、萌えゼリフのせいでもう赤いのが取れへんくて、ほっぺた真っ赤かですね。サエ様から押し、誰に推し変するか考え、サエ様から、サエ様の貢献にっていうかな、やばいですねそれ。 She is very horny right now。 Horny right now。 Oh Thank you Thank you。 イノナのこと釣ってもいい、釣ってください。お話し会で燃えてるよ。あ、お話し会ぜひ言ってください。暑くなるんやね、寒い日にやりましょう。なんかさ、寒すぎてもさ、ほっぺた赤くなれへん、わかる？ほっぺただけ真っ赤けん。ひなちゃんの可愛さのせいでこのほっぺも赤くなってます。嬉しい、もっと赤くしちゃおう。ひなな、こんばんこんばんは。あ、くまさんありがとう。ゆなの釣れるかな、難しそう。ゆな、もうこんな感じでひゅいっと、ゆな簡単に釣られちゃいますよ。僕は何もない、だってあそこからお尻はいない。卒業コンサートの時に喋っていただいたんですよ。嬉しい、唯一卒業生の方で喋っていただきました。喋りかけてくださって、もう感極まりまりましたね。みなさん、コーヒー飲める？飲めません私。けどレモンティー、レモンティーは好きです。
濃いレモンティーでした。お話し会取ったはずです。ありがとうございます。可愛すぎるツイートスクショしておきます。やったー、ありがとうございます。今度お試しのお話し会と、ぜひぜひいっぱい喋りましょう。劇場で7人いたら誰が仕切ってるって、仕切ってる、もうそれはもちろん言うなと言いたいところですが、大体マイティとかよく仕切ってくださってます。緊張ですか。初めて推したアイドルのミルキーと誕生日一緒、3人目に推した鳥の自分もかに似てるし、つらいたくも、やった、ありがとうございます。ママ9月19日に産んでくれてありがとうございます。誕生日に救われた、嬉しい。そしてそんな感じ。話し会の経緯1枚しか撮ってないから、マジで言ってるもん。お話し会ってさ、1枚で何秒ぐらい喋れるのよ。アイルちゃん本当に太陽みたいな、本当にめっちゃかわいい、めっちゃ美人さんで、めっちゃ可愛くてびっくりしました。シナモンロールのカップ、そうです。アキラ先生の名言ある？アキラ先生の名言、わかんないです。アキラ先生、あけどなんか野菜炒めみたいに言ってましたね。野菜炒め、ダンスは野菜炒め、ダンスは野菜炒め、ダンスは野菜炒め、なんだっけ、野菜炒めみたいに言ってました。なんか具材とかはなんか照明とかするので、なんやで衣装とかがそれで大事な、何やったっけな、スパイスがな、どうだろこうだろみたいな言ってましたよ。こんばんは、こんばんは。1枚15秒。今日大人っぽい格好してますね。好き、そうでしょ、大人っぽいでしょ。結婚してくださいって言ってくれてる、嬉しい。18なのでできますよ、結婚。今日やったら18ってめっちゃ強調しちゃうよ。ゆなのほんまいエイドル、元気もらえればありがとう。NNM に入ってくれてありがとう。ではハテナ NNB、 あきら先生の名言のことか。今日ピューロランドに行ってシナモに会ってきた。ずるいずるいずるい、行きたい。ちょっと間違えて切れちゃった。あれ、画面がおかしい。なんかさ、画面の方が上になっちゃってんねんけど、どうしたら戻るかな。これユナの画面だけなのかな、戻らない。同い年です、ユナなんて呼んでいい、もちろんです。みゆちゃんも言ってた、あきら先生の名言、ダンス、野菜炒め、そう、それ。びっくりしたもん、最初。ゆななって呼んで、あ、けどなんかゆななさんってなんか、別に、そのニックネームの方がいらっしゃるので、できたらゆななが嬉しいです。スケ感たっぷり、そう。なんかさ、ゆなのさ、画面がめっちゃ上になってんねんけど、どうやったらさ戻るかな。なんかめっちゃ上になってんねん、画面が。戻った。不具合たくさん、下にワイプ、まあいいや、このままで。みんなは顔で顔見えてるってことですかね。
今日のテロップは当たりだったよね。それだ、考えてくださった川くん、ありがとうございます。9時だよ、大丈夫、本当に。そろそろごめんなさい、たくさん過ぎてしまいまして。今日もね、夜にブログも更新するので、そちらも見てくださったら嬉しいです。何時までするの？もう終わりますよ。ありがとうございます。ごめんなさい、たくさん不具合で。今日はそう、昨日もなんか携帯の調子も悪くて、このまま10時配信してくれても。そうですね、時間早すぎですよ。それの、まあ今日はとりあえず一旦お風呂に入って、それから明日テストなので勉強して眠りたいと思います。そして明日朝ね、朝7時半から7時半からやりますので現実に戻るゆなくんって書かれ、それなぁ、もう今まで現実逃避してたんですけどって書かれて、明日テストなのでそちらを頑張りたいと思います皆さんありがとうございます、最後まで見ていただきまして。ぜひ今日の配信ちょっとでもいいなって思ってくださいましたら、フォローしてくださったら嬉しいです。明日から月曜日で皆さんね、お仕事とかちょっと憂鬱な気分になると思いますかね。日曜日はちょっとでも稲の顔を見て元気になれたよって思ってくださったら嬉しいです。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。ではまた皆さん7時半に明日待ってありますね。では最後にランキングを読みたいと思います。13位タリガヤジさん、あ、なんか久しぶりな気がする、ありがとうございます。12位リョウ RYOG45 さん、ありがとうございます。11位まさみくんなんだっけ、まさみくんなんだっけ、まさみくんなんだっけど、まさみくんなんだけどてへさん、ありがとうございます。ごめんなさい、カミカミで。次、ジェイベリマヤさん、ありがとうございます。ケイカズサク、ありがとうございます。あとピアラもありがとう。そして8位クレバスユウちゃん、ありがとうありがとう。7位モンちゃん、ありがとう。6位ユウキくん、ありがとう。あとピアラもありがとう。5位コロワ、ありがとう。朝に引き続きありがとう。4位ウルムカーくん、ありがとう。たくさんコメントもありがとう。3位スイヒラくん、ありがとう。2位ラッチさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。そして入る1位はドゥーンドゥン、ヨウちゃん、ありがとうございました。ありがとう、1位おめでとうございます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではね、そろそろ終わりたいと思います。バイバーイ。最後まで見てくださいましてありがとう。今日めっちゃちょっと1時間だいぶ過ぎちゃったんですけど、ありがとうございます。ブログ読んでくださいね、今日もいい夢見てください。今日はぜひね、夢の中にイナナを出させてくださいね。ありがとうございます。では10秒前、10、9、8、7、6、5、4、3、2